この前ドワーフナンワーの大きな苗を希望される方がいたので、ここに植えてあった一番大きな苗を掘り上げて送ってあげたので、穴を利用してちょっと葉っぱは枯れ気味ですが、今年植えれば大きくなる別な苗、ドワーフナムアを持ってきて今植えたところですね。あとこの辺はあんまり場所ないので、他の場所にですね、黒バナナ、ブラックタニーをどこかに植えようと思っていますね。もうそろそろこれらのタイベジタブルバナナも巻き葉を出してくる頃ですね。4月にははっきりすると思うんですがね。山向こうの方にもちょっとズームできないデジカメですのではっきり見えないと思いますが、山桜があちこちに目立つようになっていますね。そこの花ももう、これも鳥が種を落としたんじゃないかと思うんですが、梅が終わって花桃が咲いて、それからまた食用の桃とかつぼんできていますし、あとスモモですね、アンズとかも少し花が咲き始めてきていますね。家の方のアンズは去年向かいの梅畑でアメリカシロヒトリとかいう毛虫が大発生してうちの方にもやってきたので、花木、銀葉アカシアとかなども被害受けたので開花が遅かったですね、今年は。あと暖冬の後の減冬の影響もあったと思うんですけどもね、前年の気象条件とかいろいろな虫の発生などによって開花時期が、いろいろな花木、果樹、花などの開花時期がだいぶ遅れたりするんですよね。そういうのも放っておけば自然は自然でなんとかかんとか解決して、植物も大きな自然の中で自分の成長の度合いをですね調節していますので、例えば毛虫が大発生したから一斉にみんなで殺虫剤散布とかやりますとですね、その影響の方が怖いですよね。いろんな人為的なことをすると後々の影響を回復させるのがですね難しくなるんですね。多少のことは目をつぶっておく方がですね、大体は自然界と植物、微生物、虫、鳥たちがうまいことやってくれるんですが、人間が手を出し始めますとね、ミツバチも減るわ、鳥の数も減るわ、スズメだって減もうずっとこの20年減ってきてるんですよね。いろいろな現象が出てしまって、それを元のようになかなかできないんですね。ましてや人為的にはスズメの数を元のように戻そうって言ったってとってもできないんですよね。ですから自然界で起きることにはなるべくあんまり手出しをせずにですね、任せておけばいつか元のように、一番良かった時のようにですね、回復す
すると私は思いますけれどもね。まあどうしても人知であれこれ小細工したがるんですね、人間はね。その方がいいだろうと思ってやるんですが、その結果がだいぶ後からしかわからないもんですから、反作用副作用というようなことはですね、後からしかわからないし、分かった時にはもう手遅れでリカバリーできない、回復できないということになってしまうんです。